なんだなんだよ。全部入った、うん、うん、食べおいおいの野菜シチューの残りカレー自家製たくあん、これもおいおいの野菜シチューの残りで20分で作ったカレーです。こういうのがなぜか美味しいんですよ。いただきます。豚肉と鶏肉も入ってる。自家製たくあん。なんだよ。なんだよ。なんでカレーが一生懸命作ったカレーよりも今日みたいにおいおいの残りの野菜シチューとかね、あるいは鍋の残り汁とか。そういうので作ったカレーの方がちゃちゃっと作ったカレーの方が美味しいんですよね。
一生懸命作るカレーっていうのは、一からあの玉ねぎ、じゃがいも、人参を切って入れて、でちょっと水入れてさ、でずーっと煮込んで、で調味料を入れると、ね、ウスターソース、トマトケチャップ、めんつゆで醤油、あとワインも入れます。だけどそこまでしてなんかこうささっと作った今日みたいなカレーの方が美味しかったりするんですよ。でその理由がですね、やっと分かってですね、あらかじめ鍋の状態には塩分が 0.5% ぐらい入ってるんですよ。でおいおいの野菜シチューにも塩分 0.3% だけ入れてるんですよ。これは必要量っていうことでちょっとだけ入れてるわけですよね。ゼロは良くないんですよね。猫に塩分は良くないとはいえ、ゼロはもっと良くないんでね、必要量、最低必要量はまあ 0.4% ぐらいなんだけど、おいおいの野菜シチューには 0.3% ぐらい、ちょっとだけ入れてるということなんです。だからあらかじめ塩分が入ってる、だから、調味料をその後継ぎ足すのは少しで済むんですよ。で、ゼロから作るカレーはね、一生懸命作るカレーはその分の塩分がゼロの状態から調味料をどん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 入れて、まだ足りないなということでウスター入れたりトマトケチャップ入れたりね、やってるうちにその調味料のえぐみが目立ってきちゃう。だから美味しくなくなるんです、で鍋の残りカレーとか作れば、最初にもう 0.5% 入ってたら残りの 0.5% ぐらい、いい塩梅っていうのか 1% ぐらいですからね。 1% に達するのが残りのその醤油とかウスターソースとかは少なくて済むんですよ。だから美味しくなる。だから塩なんですよね、最初にね。最初に塩を入れてれば調味料をそこまでまだ足りないなっつってこう次足し次足しでこうやって入れてって、で結局例えばソースとかケチャップだと酸味が強くなると。でそばつゆと醤油だと醤油独特の醤油臭さね、あれが出てくるんですよね。だからそば屋でそばのつゆの返しって言ってそばつゆ作る前に醤油をですね地面に埋めた壺にね寝かせてる、あれ寝かせてる意味は醤油のうまみを増やすっていう効果もあるんだけど、醤油の臭みをね飛ばす、沸騰させれば飛ぶんだけどそれだとうまみも飛んじゃうから、だから地面に埋めた亀ね、亀にもう醤油入れてそれで寝かせる、それが返しっていうんですよ、それで醤油臭さを飛ばすんですよね、だそれが追いつかない状態で醤油もドボドボ入れる、めんつゆもドボドボ入れる、市販のね、市販のめんつゆっていうのはまだえぐみも角も立ってるような状態ですからね、
でトマトケチャップブースターソースはあの酸味が強いと、うん、そういう意味だったんですよ、うん、塩分 0.5% 入れてたら残り 0.5% 分だけの、ウスターケチャップ醤油めんつゆそれで済むと少なくて済むとで、0から作るとその分 0.5% もひっくるめて全体量が 1% まで持っていかなきゃいけないから調味料の量が増えるとすると醤油臭さと、うん、酸味が増えて結局は食べると美味しくないということになる酸っぱいとかね、うん、そういう意味だったんですよね、うん、だねあの1から作る時も0から作る時も塩を 0.5% 最初に入れるとね、それで玉ねぎとかじゃがいもをこう煮込んでいく塩分 0.5% の状態で煮込むとで、煮込んだらそこに調味料をちゃっちゃっちゃっとこうで入れていくとで最後にカレー粉をパラッと入れるというのが一番美味しくなるっていうことだったんです、うん、やっと分かりましたよ。なんか一生懸命作ってんのに、うん